皆さんこんにちは、ピチです。今回は地区センターに行って手帳タイムをしてまいりました。地区センターって全国にあるものなんですかね？皆さんのお住まいの地域には地区センターってありますか？私の地域には地区センターっていうのが昔からあって、私が小学生ぐらいの時はもうしょっちゅう地区センターに遊びに行っておりました。そんな慣れ親しんだ環境の中で久しぶりに手帳タイムをやってきたんですけれども、すごい癒されました。なんか小さい頃、その地区センターにある図書コーナーでよく読んでいた分かったさんと困ったさんの本が、もう私が読んでた時の本であろう状態もう本当に古い本になってたんですけど、全シリーズ揃っていて、なんかもうそれだけでね、すっごい安心感がありました。そんな安心感に包まれながらやってきた手帳タイム、今から少しこんなことやってるよみたいな解説を入れつつ、動画を進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今書いているのはおなじみフランクリンプランナーのデイリーリフィルですね。最近はですね、 M5 手帳をもう肌身離さず持ち歩いていて、バイブルサイズの、フランクリンプランナーは、まとめたものを記録しているようにしております。 M5 の手帳に何時にこれやったとか、あとひらめいたアイディアとか、あとこんなことやりたいなとか思ったこととか感じたこととか、もう何でもとにかくメモをして、でそのメモを、まあ、パラパラ見つつ、振り返りつつ、必要だなと思った情報を残しておきたい情報などを、デイリーページに落とし込んでいっているっていう感じです。バイブルサイズを持ち歩いて、こう、こまめにメモするっていうことが、ちょっと今の私には合わなくて、なので、M5 手帳を取り入れて、なるべく多く記録できるように、M5 手帳をサブ手帳としてですね、フランクリンプランナーとうまく連動させながら今使っているっていうような、最近の手帳事情でございます。またこんな感じで書いてるよとか、こんな風に付箋を使ってデイリーページを使ってるよとか、あと M5 手帳にはこれだけこういうことを書いていて、でこういうまとめを抜き取って、デイリーリフィルに書き写してるよとか、まあそういった詳しいことなどはまた改めて動画にして、なんか説明できればいいなって、ご紹介できればいいなっていうふうに考えておりますので、皆さんご興味ある方はぜひ上がった際には見てくださると嬉しく思います。お次はバーチカル部分の記入ですね。このバーチカル部分の推奨されている使い方っていうのは、自分との約束をするというような形で、まあ、あらかじめ自分のトゥードゥを書き出して、で一日のスケジュールを自分で組み立てて、でその自分が立てた計画通りに、実行していきましょう、自分との約束を守っていきましょうっていうような使い方が推奨されているんですけれども、今の私の、生活リズムや、自分の状況環境を考えると、ちょっとそれが難しくてですね、で何度か挑戦はしたんですけれども、やっぱりそれが続けるっていうことがちょっと今厳しい状態です。ただやっぱり私もいずれ自分としっかり約束を守れるような人間になりたいっていうのは今も変わらず持っているので、目標としてそこはちょっと置いておいて、で今は無理なく、フランクリンプランナーを楽しく使えるような自分に合った使い方で今バーチカル部分を楽しんでいるという最中でございます。フランクリンプランナーへのまとめの作業が終わったので、次は M5 手帳の、
まあ、雑記ですかね。本当ね、M5 手帳は最近私にとってもう一つのスマホとか、あとゲーム機的な感覚になっております。こう何ですかね、隙間時間とか、まあ、空いた時間があればもう必ず触ってしまっているというか本当なんだろうな、ゲームとかスマホの SNS のあのネットサーフィンっていうんですか、もうそれに近いような感覚というか、まあでも無駄にこう SNS をこうすごいハマってしまって、で徘徊してしまって時間を溶かしてしまうっていうよりかは、まあ、あの自分の思ったこととか、あと情報収集とか、まあ、そういった時間に使えるので手帳であれば、なんかまあそれは有意義な使い方になってるのかなっていうふうに思います。でゲームが好きなので、ちょっと新しいソフトとかなんかゲットしてゲームもやりたいなとかっていう思いもあるんですけれども、なんかねこう今この時間、 M5 を触ってる時間が、まあ、ゲームに半分とかそれ以上とかに行くのかなとか思ってしまうと、みたいな、どうしようかなみたいななんかそんな風にこう結構、いやどうしよう、バランス保てるかなみたいな感じで、ちょっとねゲーム買うのを悩んでるみたいな感じも若干あります。まあなんか自分の中で最近その手帳へのなんだろう、あり方というか、なんかそれぞれ手帳ごとになんか存在が違うなって思っていて、あのバイブルサイズの、フランクリンプランナーはもう趣味とかではなくて本当に自分の、向上のため、日々の向上、自分の向上のために使っているツールっていう感覚なんですよ。なので、まあ、フランクリンプランナー自体は好きなんですけれども、趣味っていう感覚よりかはもうなんだろうな、その自己啓発とかそっちの方に入ってしまっているというか、まあそういった感覚なんですね。うまくちょっと説明できないんですけど。で、M5 手帳っていうのはもう本当に趣味って感じで、あの、さっき言ったように私にとってもう一つのスマホだったり、ゲーム機だったり、まあそういった、なんていうのかな、遊び道具というか、なんかそういった感覚なんですよね。なのでなんか自分の中でそこがうまく線引き、2冊使うことによってうまく線引きをすることができるようになったので、なんかそれはすごい自分の中で今しっくりきていて、なんか心も軽くなりました、手帳に対しての。なんかやっぱフランクリンプランナーとかそういったものに今までいっぱい詰めてたんですけど、そこがやっぱりね、こうなんか向上のために残しておきたい情報と、あとはその自分の日常というか、なんていうのかな、なんか本当趣味とかその娯楽とかに関しての情報を入れて、結構ねごちゃごちゃしちゃってたかなっていう印象があったんですよね。でまあそれが好きだった時はそれでよかったんですけど、なんかねやっぱ自分の中で波的なのがあって、なんかやっぱすっきりさせたいとか、必要な情報だけパッと確認できるようになりたいみたいになった時に、ちょっとね、いやどうしようかなみたいな迷走期が入ってしまったんですよ。で今回、まあ、その M5 とか、まあ、ミニ6とかもたまにあのなんかお遊びでこういじったりするんですけれども、まあ、そういったね、なんかまた別の枠の手帳というのを作ることによって、その問題はすっきりこうさせることができました。で M5 のもう一つの使い方がその、まあ、趣味っていう大きなカテゴリーの中に入ってるんですけれども、そのなんだろう、アナログ版ツイッターみたいな感覚なんですよ。紙面が小さい頃 からこそ、あのちょっと一言二言つぶやくみたいな。ただその SNS ってやっぱりこうなんだろうな、気軽につぶやけると思うんですけど、こう結構私考えちゃうタイプなんですよね。これあげて大丈夫かなとかあとはなんか自分はやっぱ文章だけで伝えるって難しいじゃないですか。その
すごい明るい気持ちで言ってるけれども、こうなんか受け取り手によってそれが違う印象に変わなんかとしてこう受け止められてしまうとか、まあそういったなんかこうすれ違いというかズレとかそういうのが生じてしまうかなとか、まあいろいろ考えちゃうタイプなんですよ。めんどくさい性格なんです。なんですけど、この手帳に書くことで、そこはね、何も考えず気軽に自分の思ったことを純粋にポロッとこう書けるっていうところが今めちゃくちゃね、こう病みつきになっておりますね。いや、なんか手帳の、最近の手帳事情についてですかね、主にお話をしていたら、あっという間に、お別れの時間となってまいりました。皆さん、ここまでご視聴してくださりありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もしてくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。ピチでした。バイバーイ。